怖い人用にね画面まっすぐ見れない人のようにこうやって下に下向いて走れるようにちゃんとあるんだこれ<ー> <laughs> なんか昔こうね一緒の自転車に乗ってなんかこうチャリをねなんかこう横並びでなんかこう道をサイクリングみたいなデータありますけど今日はね俺とチャリを乗った気分になれるっていうバーガーフライツひ、えー、たすら自転車を漕ぐゲームです えー <laughs> あーすごいすごいあ見て見てちゃんとほらちゃんと巻かれるライトがさーライトがこの正面にしかそう自転車のライトって不便なんだよねライトだけで動かないのよハンドルについてるから右を照らしたいときにやっぱこうやって右にしっかり向かないと右照らせられないっていうねっこ,これどんなチャリこれああ危ない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 これあれなんだね後ろ向けるんだ超危ないけどこの画角チャリ乗りながらその画角はあかんやろこれ。 うわ、すっごいほんと。お、おおじじいナイスシじじい、お前なあ、そんなんならんやろ、お前車なのにそんな遅いことあ、なんでなんでもう俺の方が自転車速かった、今、速度。なんで巻き込まれた、俺、今。これどっから始まったあ、ちゃんと中継はあるんだね。これセーブポイントあるあるらしいです、皆さん、これ。あの、安全運転で、まあ、最後まで行こうみたいな。あーやばい今、デートをしてたつもりだった人はごめん、ほんとに。すごいなんか、嫌なデートだったね。 トラウマ級なデートだったと思うんだけど、ジャンシンしとし、もうよそ見しないわ俺あ。マジ月綺麗本ほんと。リアルだね、なんかね、いいゲームだと <laughs> なんでだよ。なんでお前後ろ向いて始まったんだよ、お前。そこまで再現しなくていいわ、お前。え俺のチャリこれもしかして。えー、なんかチャリ、事故った感じ出してる出してるけど、めっちゃかわいそう、あれ。なんかあったんやろな、きっと過去にな、あれ。マジかわいそうだわ。チャリ、チャリだけ。人はいないんだってもう。 誰も乗ってる人はいないあっえなんかいたなんかいたチャリ乗ってる人いるチャリ乗ってる人前に踏切ねあこれ踏切さこっち側いけるでしょなんでだよいけるだろそこはこのゲーム始めてまだちょっとしか経ってないけど今のは俺悪くねえと思うわ踏切別に走ろうと思えば走え何ああなんかあれなんだろうね チュートリアでお疲れ様的なこんな感じ今、わかんないけど。ストーリー進んだね。次の、次の日かな。日をまたいだのかな、今。ちょっと画面見てなかったけど、歪んでた文字が。次の目的。あさっきこんなんあったんなんか鹿のマーク書いてあったり、今ね。あ,あ後ろ見たらなんかいるんだけど、後ろに。 後ろのね、見ちゃダメだよっっていうのを言いた,かった今もしこの先自転車をねまだ乗ったことない人もいると思うんだけどガチで自転車乗るときだけは気をつけてほしいもうほんと後ろだけは見ちゃダメ今だから言うけどチャリを乗ったときに立ち乗りとこあったじゃん昔ちっちゃい頃俺してたんだけど立ち乗りも結構危ないからねもうこれは立ち乗りできないダッシュはダッシュできないのこれあもうダッシュしわ <laughs> <laughs> 待ってあの今年やったホラーゲンの中で一番怖かったかもしんない今 今年やったホラーゲームの中で一番怖かったわ多分今のがねこだって後ろにいると思わんじゃんだって俺のさ興味深働いてこうやってて向いたら偶然いたんだけど今後ろに後ろ向いた人限定コンテンツでビビらしてくるやつああ違うんか垂れてるポタポタ焼きだあいるね女性の声がしますけど危ないよ夜道に夜道歩いてて危ねえって定期的に後ろ見ちゃうもんねもうね 後ろいたらいたら叫び散らかすからまたあもう見ない方がいいかなあこれはまた進んだ進んだんじゃねうわーもうすっごい文字カリカリになってるもうふやけすぎてこれさっきの後ろを味わっちゃったらまたななんか後ろ期待しちゃうよな後ろ見たらいるんじゃねみたいなちょっと期待しちゃうよなんか視点を後ろ向くのがさちゃんとこう自分で向かないといけないっていうのが怖いわだいたいゲームってさボタン押すと後ろに向くボタンっていうのがあるんだよそれであったらもうすぐピッと後ろ向けんだけどこれは 自分の手で後ろ向かないといけないからね。なんか祀つられてるんだけど。さっきなかったよ、あんなん。見てねえだけかな。カかしか。俺、これ、どこに向かってるんだろう。ええなになんかいたのかな今、後ろにもしかして。後ろ向いたら死んでたのかなまさかと思うけど。後ろいたらいたシリーズでしょ、今の。ほら、見て。ハンバーガー買ってる、ちゃんと。<laughs> ハンバーガーを買い物ね。過去に入れて。これ、あれなのかな何日も何日もハンバーガーを買いに行ってる少年の話。え、怖すぎるでしょ、あいつ。 えハンドルに向けてヘディングしてたやつっと。なかなか。あー、血が増えてるこれ血踏んで大丈夫かな大丈夫ケチャップにしようかな、代わりに。あの、ポテト全部食べきる前にポ、ポケチャップ絶対なくな。これブレーキあるあるね。うわー懐かしい、この感じチャリの電気ってさー、チャリ漕いでる時しか発電しなかったじゃん。めっちゃ懐かしい、これ調理あるじゃん、ほら。わかるか 焦げは焦ぐほどチャリの電気がタイヤについてるからさ、なんかタイヤと連携してるなんかなんていうのああいうのこすってんだよねなんかその擦り方によってなんか自らこう発電してるみたいな怖いんだけどねえ一生電車長いわこれ何両編成よこれもうええわあ <laughs> 怖くないよ別にそこにいるだけじゃ消えてるんでしょ何回目かね 電車が行った後に後ろに歩いてきてるんだこれ徐々にでもそんなこと言われてもおわ近いねぇあいなくて後ろにいるパターンでしょこれ振り向いたらいるんでしょいないんだねいないじらしてくるねぇすっごい踏切を電車が渡ったら世界変わったんだけどおだよう変わったよう変わったうますぎそれはうまいやっぱチャリ打達乗ってないずっとチャリで生活してただけあるわ本当に 高校生までチャリ現役だったかんね俺言うておら何ああええ何した今 <laughs> 何したえちょっと待ってえちょっと待って分からん分からん分からん死を受け入れたけどそれはどういうことなの一体真ん中にいるのが一番いいんじゃないこれ結果的にいや違った違った違ったで来るでしょ 倒れてるちょっとどっちかにあ倒たれてるあんね真ん中いるのがやっぱい番安全なのでも真ん中いたら真ん中にも来るよこれどうしたらいいのこれちょっと走ってあなんかいるあのさテケテケみたいなやつさっき歩いてきたけどああいうのずるいと思うわだって見ちゃうじゃんあんな横切ったときにあすごいもうついに反対側になった文字がさあこのまま俺の運命は一体どうなるのやらねえでもこんなあすっごいめっちゃ下まで見えるちゃんとこいでんだチャリこれ 怖い人用にね画面まっすぐ見れない人のようにこうやって下に下向いて走れるようにちゃんとあるんだこれあ<ー>マウスはなマウス吹き飛ばしちゃったんだけど今 <laughs> 怖すぎてマウス吹き飛ばしちゃったんだけど俺 <laughs> 怖すぎるでしょこのゲーム音もなく後ろにハチか寄ってんだよ俺今後ろ振り向かなかったらさ音だけ鳴ってたパターンだね多分何で俺こんなホラーゲームを怖くしようとするマジで 定期的に向いちゃうもんだってちょっと期待してる自分がいるわあーじいちゃんが死んでるさっきの後ろ向いたやつだけに恐怖を与えるコンテンツ作るのやめて本当に <laughs> 俺みたいな剥きたがり屋が一番損するやつねガチで怖かった今令和で一番怖かったかもしんないさあ一体さっきから <laughs> <laughs> なんで俺より早えんだよ来いでねえくせにさ来いでねえくせになんで俺より早えんだよおめえバカ野郎おめえ俺おめえ一生懸命来いでんぞ今も なんで俺の方がんだよ、いでねえ、チャリに。納得いかねえ、本当に。あ,あ、なんか BGM なくなった。ここまで来たの初めてだね。新しいとこ来た。ガチで新しいとこ来たよ、これ。橋の上だけど。あの電波塔みたいなとこ行ってんのか、家に帰ってんのか、これ。ハンバーガー買って。なんかちょっと右光ってた、今。えなんかちょっと光ってたね、今ね。え、なに何が光ってんの、これ。ええー、なんか周りにいるなんか周りにいるよ、みんな、ほら。ほらよく、よく見ようとしたら死んじゃうから見えないけど。 何周りにいるの？ちょっと待って。よくまじまじと見たいんだけど見たら死ぬ。見たら前に突っ込んで死ぬ。ええええええ。ええ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  <laughs> 怖くないよ別に。うん。もうそれより怖い経験いっぱいしてきてるからもう全然怖くないんだよ。それはもう悪いけどおじいちゃん本当に。おおじいちゃん悪いけどね。そのもっとスピード出るでしょ。 いや、俺の後ろに綺麗に突っ込んできてるし。なにこの埋め立てあ、掘ってるよってなるほどね。こうやっておじいちゃん殺すんじゃねこうやって。こうやって。あえてついてこさせるような動きして。いや、だお前、その何でもありかい、もう。何でもありないのか、やめろ、お前、ほんとに。落ちねえんだ、こんぐらいのがれきじゃ。タイヤはまってくれねえんだ。いやー、徐々に近づいてきてるよ、じじん。やめろほんとに。すっごいスレスレ。すっごいスレスレのとこ通ってくも。うえい。<laughs> いいね。前見ないで、こうやって。ちょっと下ぐらい見てさ。 タイヤがこう障害物ギリギリを通るようにああいいすごいすごい怖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 いおわっヒヤヒヤしたんじゃないのこれえあでもやっぱ最短ルート通ってるからさこれ変な迂回してないから車との距離がちょっと開いてきたすっごいもうこれカイジもびっくりこの怖さあれなくなったね俺の家帰れんのかなこのままそろそろエンディングだよ全然近づいてないあ嘘だろ 何が怖いってまたあるのが一番怖い。ああ、もう怖いな、このゲーム、ほんと。このゲーム怖いな、ほんとに。俺は一体、いつまでこの悪夢を見続ければいいんだ、ほんと。怖すぎるやろ。今日も俺はハンバーガーを買って、帰り道に着くのであったっ。もういなかったらいなかったら怖いっていうね、もう。うん。何気なく振り返ったけどさ、あのー、いるだろうなって、思ってたのよ、もう俺は。絶対いるだろうなっていう。でも、先に驚いといた。怖いから、もう。体が勝手に。 出たよ、一輪車バア1バああち,ち,ちゃんと二輪車乗ってるじゃんちゃんとちゃんと二輪車乗ってるやめろ後ろ後ろも怖いなほんまな前より後ろの方が怖いゲームホラーゲームずっとやってきたからさどんな演出されたら怖いとかすっごいなんかわかるかなホラーゲーム作りたいな自分でん何また何か新しいの来たねこれねさっきこのトンネルすごい短かったよほんとに一瞬で終わったよさっきまでガチでどうしたどうした ああ、ああ,あなんかいる大丈夫あもうなんも見えないのよ。もうなんも見えないのよ。あ見えた見えた見えた。えライトないのに。なんでここだけ照らされてるんやろうな。すっげえ怖い。あなにうん。うん。おーらーらーら,ーら,ーらー赤ちらん。赤ちゃんでしょこれ絶対いや。や違うね。<laughs> あさっきまで歩いてたやつがでかくなったんだ。もう全然ストーリーわからんけど。もう全然どういうことかわかんねえけどねこれね。おわ。 怖っ。もう、ウルトラマン、ウルトラマン出てこないと、どうにかなりそうな感じしないけどね、もうこんなんね。あーあ、やばいやばいやばい後ろやばい。よく回避した。でも、あっあっあっ、おいダコ運転やめこらお前たちしっかり前見て運転生マジ。あ、待って、結構後ろにいる気がする。画面揺れんのきちいこれ。画面揺れんのきちい本当に。できれば直線で。あ、でも画面揺れてもこう、下向いたらあんま。 でも下向いてたらさ、障害物出たとき、うわあだるいの来た、だるいの。ほんと、あいつら。ういー、でも後ろ見ても見えないもん。意外に距離離れてんのかな。こいつらタックル、タックルしてやろうかな、ほんと。あいつら。え透き通ってた今。あいつも、なんでもありやな、もう壁めり込んでんのよ、お前に関しては、ほんと。おいやめろ画面端に追い込もうとすんな、お前ほんと。格下だけにしろ、それやんのは。あー、見える見える見えるけど、出口も見えるよ勝ったな。はい、お疲れ。じゃあね。 バイビーえええまだ終わってない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 しな,なら操作できる俺ああこのチャリの俺あーこれ前から来るやん絶対これ前から来るやつやんもうこれ出口あったら前からバンのやつやんこんなんもう大丈夫でも前からバンだったら俺もう救いがなさすぎるなお前かーいお前かーいもう一番怖くないやつ来たエンディーあな何でエンディングに一番怖くないやつ来たあのじいちゃんほんとに。 じいちゃんが死んねえけどさああ,あこれ後ろ向いたら若干さチャリのハンドルが切られてんだよねまっすぐに進みながら後ろ向けない超リアル無駄なリアルなでこのチャリの挙動をこんなリアルに作ったのほんとにすごいリアルだよいろいろなんか雨の日だけどチャリと乗りたいなっていう時にすごいおすすめだよねこれチャリチャリあっ理やろ無理やろ,無理やろなあ今のは誰が悪いん俺か 誰があえやばっもう文字すら出なくなったみんなもう終わりだこれラスト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 これ絶対ラストあ出た出るんかい出るんかいお前でもこれラストだねこれねもうえすごくね後ろ何あれどうなっちゃってんの隕石落ちしたみたいになってるやんもうこれ後ろほら俺ぐらいの平行感覚ある人間だと前見ないでも運転できるからこうやって後ろ向いてるだけでただ前で何が起こってるか分かんない お前たちのせいか今俺のチャリの強盗ずらしたな俺のチャリのタイヤ負けたやろお前たち今儀式して絶対はわ道が曲がっとんやこれまっすぐに進む道じゃないんだってもう下に向かって進んでんなこれ螺旋状にちらああなんか道がどんどん消えてる今まで通ってきた道がこいつらを追い越さないとあれに飲み込まれちまうんじゃないかだったらインコースだよこうなってきたらもうギリギリを攻めるからギリギリで生きていたい いきます。あーあ、あ怖いこ怖い,よ怖いでももっとギリギリもっとギリギリ限界を超える俺はこんなところで終わる人間じゃねえあーもうカーブしないで楽だわい勝ちーはい勝ちよもうこんな何そのマークあからさま罠だと思う。うけど入っちゃう入れんのかいどういうこと誰かに首吊つられてんだこれなえエロそんな 俺のこと好きか誰か知らんけどすっごいなんかリアルでもそれ頑張ったらできそうな人いるそれは無理それは無理だったごめん俺か俺なのかそれは死神に命取られましたみたいなうーん鋼の連金術師みたいなね契約の代価持ってかれた時みたいな いや誰やったんや今の俺何を持ってかれたんや俺は今なあ寿命半分ぐらい持ってかれた足音いかつ足音いかつそれすっごい年々いってた今俺が車のじいちゃんになっちゃったってことこれもしかしてさっきまで登場してた車のじいちゃん今度交代ですかうわっ違う 引いちゃったんだ俺ハンバーガー買いに行った途中か帰り道か帰り道やなこれ帰り道に多分女の人のチャリ乗ってんのを引き殺してしまって意識が戻ったらこうなってた自分も事故で頭打って気を失ってたけどその間の時間ずっとあの悪夢を見てたっていううわあマジかよ何回も車に引き殺される気持ちを味わわされたんだ 夢の中で今、お前も同じ気持ちよみたいな。絶対そうじゃん。わあ、なんかそう考えたら結構深いゲームやな、これ。チャリの操作をなんか楽しむゲームではなかったね、これね。あおもろいなー確かに怖かったもんね。チャリ乗っててさ、後ろ振り返った瞬間にさ、なんかこう、人がいた時、俺めっちゃびっくりしたじゃん。あれってチャリ引かれた人の気持ちなんじゃないチャリ乗ってて引かれた時。後ろから急にバーみたいな。何回も味わわされたけどね、それ。 怖すぎるもうハンバーガー何も関係ねえじゃん最後まで見てくれてありがとう動画投稿の他にも生放送とかやってます通知をね入れていただくと生放送の通知が来るようになるので是非チャンネル登録と通知していってくれよなーあとねツイッターとかもやってるんでね是非ツイッターの方でも仲良くしてくださいじゃあまた次回の動画でじゃあなー